はい、こんにちは、サーシャケナです。今日もサクサクっと、あなたの、使命、向いてる職業っていうのを取っていきたいなと思います。今日は、シャッフル込みですので、まあ後でタイムスタンプを作りますので、またそのとこまで飛んでいってみてください。では、早速エンジェルチューナー、クリスタルシルバーマジックのヒーリングの音を鳴らします。深呼吸とともにゆっくり息を引き出して、ふうっと、もうそれも何も手放すみたいな感じで、はい、ということで浄化とリラックスいきます。もう一回、オッケー、はーい。では ABC 選択でいきます。よし、いきますね。まず A の方か、 A の方へ向いてる職業、あなたの使命的なね、向いてる職業教えてください。 A、 B、 映ってるかな。今日はこれ最後。ごめんなさい、喉。バックカードから全体メッセージをもらおうと思います。まず A の方へ、向いてる職業、使命教えてください。B の方、向いてる職業、使命的なもの教えてください。B の方、はい。では次 C の方、 C の方、使命や向いてる職業を教えてください。はい、次 A の方へ、向いてる職業や使命教えてください。これ、はい、次 B、 出演に出てきますので、 B、 はい、次 C の方、 C の方に向いてる職業や使命、次A の方へ、あなたの使命や向いてる職業を教えてあげてください。 A の方、 A の方、はい、次 B の方へ、あなたの使命や向いてる職業を教えてください。これ2枚。C の方に向いてる職業や、使命
最後、これ光の天使から光の守護者からだよ。これでこれ後で弾こうかな。はい、ということで弾けました。もうパパッと直感で弾きましたがBA、B、C、まず A の方が、ブルーの蝶々です。なんか蝶々蝶々、B の方、ピンクの蝶々です。はい、C の選んでくださった方、ピンクじゃない、ごめんなさい、オレンジの蝶々です。ちょっと邪魔ですよね。よしよしよし、いけますかね。入ってるかな。ちょっとこうしようか。はい、また、A、B、C で、はい、直感でパッパッパッと決めてみてください。何が出てくるか、また分からなかったらちょっと追加で引いたりしますが、ちょっとカードあるので。はい、では A の方から始めていきたいと思います。よし、はい、見えてるかな、いきます。ちょっと光が入るかな。まず、使命、手放し、おプレイ、遊べと、動いて波動を上げる、ミスティーク、これも前に出てきたな、使命だ向いてる職業、まず使命、飲食店、接客業、あと放牧、動物関係、海外こう旅だったり、日本だけにとどまらずに結構世界をワールドワイドに飛び回ってる、飛び回るような仕事、ご職業、何があるかな。で、これは夢を、あなたの夢を突き、あ、真っ暗だね、なんか見えないな。これできるかな。これちょっと読みますね。前も出たんですけど、これもうちょっと欲しいな。カードがこれじゃないわ。こちらの全然映ってなかったし、こちらの真っ黒の渋いかっこいい、なんか真っ黒の中にいてる渋いユニコーン、ミスティーク、前に進み続けましょう。そしてできないとかダメに違いないという言葉を忘れることです。奇跡的な解説策が出てくるでしょうと信じましょうということですね。使命接客業が向いてそうだな。ちょっとこれもうちょっとだけもらおうかな。すいません、 A の方へお願いします。向いてる、本質的なものを聞きましょうか。本質的な大切なことですからね。これね、感情が入ってくる題名変わるかな使命とか職業で取ったんですけど、すごい今この青を選んでくださった A の方の感情がすごい入ってくるんですけど、
まあ、絵の通りなんですけど、2つのことで今悩んでらっしゃるんかな。ちょっとこれ職業をちょっとタイトル変えないといけないかも感情がすごい来る、すごい悩んでらっしゃるような感じがするんですよね。すいません、タイトル変えるかもわかんない。ちょっと A の方ね、悩んでる。答えは遊べっていうことなんですよ。で、動きなさいって、動いて波動を上げてくださいって言われてて、で、夢を諦めないでって、突き進んでください。ちょっとこの方のバイブスを今どんな感じなのか、 A の方の今の状態、これか。やっぱりなんか心に突き刺さってんねんななんか傷ついてる。 A の人疲れてるんかな、ちょっとそんな感じする。じゃあ光の集合者とホワイトナンバーカードからお願いします。 A の方へ、光の集合者 A の方へ。あー、すごいジャン、見えました？映ってたかな？ジャンピング使います。すごい、イエス、キリスト出てきた。イエス様、許しなさいって。これちょっとチェンジですねカードチェンジ、タイトルチェンジ、イエス様から、許すことですね。出るかな、あなたは、光、愛、許しの道を歩んでいます。今、父なる癒しが起こるでしょうということで、イエス様から、ここからフワーッ、ハートセンターからフワーって、あなたを今癒してくれているっていうことですね。これちょっと今日は次回締め取ります。ちょっと出方が、感情がパーンと入って、体に入ってきたので結構悩んでると思う、この方、 A の方、ごめんなさいね。ちょっとタイトル締め次回取ります。時間はたっぷりあるからね、お許しを。はい、じゃあこの方に、ちょっともう出てきたカード、もうこれ高次元からの今の、またボール2みたいな感じで、今のあなたへ、この青を選んでくださった A の方へ、今の、優しい答えがイエス様でできてくれるとかすごいし、私はどこにも宗教属してございません。これかな、これ、これこれです。はい、ラッキーカラーやラッキーナンバー、そして一言載ってます。ご覧ください、一緒に見ましょう。 A の方へ、あ、すごい、あ、すごい、やっぱりヒーリングやって11番アクション、ヒーリングが起こる、マスターナンバー11、イエス様から、あなたは今、光、愛、許しの道を歩んでいます。今、父なる癒しが起こるでしょうと言われて、引いたカードがすごい11アクション、ヒーリングが起こるみたい。おめでとうございます。結構ね、映ってない、これちょっとタイトルすいません、変えますね。 A の方で変えさせていただいたと思っとく。うん、ありがとう。手放し、許すこと、ちょっと悩んでる、選択なんかに悩んでる、心に気づいたね、なんかちょっとごめんなさい、言葉飛ばします。でも大丈夫、ここにほら、あ、見えてる？見えてない、言葉飛ますけど、心に矢がいっぱい刺さってるでしょう。ちょっとカードから左は過去なんで、ちょっと傷ついたんかな、なんか言われたんかな、なんか嫌なことあったんかな。ちょっと色もブルーだしね、空なんですけど、でももう一人の工事のあなたがお水をくれて、これお水と鳩、平和の象徴、鳩と太陽、こういう傷ついた心
多分同じ太陽だと思うんですけど、あ、映ってたかな、こっちの過去の太陽はもう傷ついて今癒しが起こっているということなんで、イエス様とすごいヒーリング、11番ナンバーじゃ、マスターナンバー、すごい、これ絶対絶対って言えるんです、このカードに関して全部、全部ですけど。で、あなたのアドバイスとしたら、もうお酒飲んだりとかしても何も考えずに遊んでって言われてるプレイ、もうなんかシャンパングラスじゃないですか、もう自由に明るい太陽にもう癒しが起こるから、イエス様出てきたし、11もヒーリング出てきてるし、遊んでください。で、動いて波動を上げる、動きましょう、まあ、これは飛行機のね中からって感じですけど、まあ、物理的にまあちょっとね、あの飛行機乗って旅行行けないっていう方がいらっしゃった、まあ、家の中で音楽かけて動くとかでもいいと思う、うん、で、これは前に突き進んでくださいってカードの、ちょっと暗いな、うん、渋いって感じですけどね、暗闇を突き抜けろ、人のことなんか気にするなって感じです。すごい。でもとりあえずイエス様の許しで、今父なる癒しが起こるでしょう、必ず起こるんで、もう必ず起こる。で、11番のヒーリング、これからもエネルギーがいくかと思います。シルバーです、これはクリスタル、まさにシルバーヒーリング、後で音鳴らしますね。はい、ではちょっとね、 A の方のおかげでごめんなさいね、皆さん BC の方、まあ、タイトルが変わります。はい、勝手に変えますもう上に降りてきたこと、そのまま感情に入ってきたことを伝えていくっていう、そんな感じです。まずちょっと1番 A 選んでくださった方に、まずね、ヒーリングの音いきますよ。受け取ってね、いらないっていう人はもうポイって、もう別に受け取らなくていいっていいっていう感じでいいんで、では心を込めて、イエス様より天界より必ずあなたに今癒しと浄化が起こるから、もう一度鳴らします。イエス様の胸元からふわーって言ってるって感じ。はい、ということで A の方ヒーリングが起こります、おめでとう。はい、全然あのタイトルがわからなくなって、何でしたっけね。 B の方職業や使命つってたのにどうしよう。まあ私編集ね考えたんですけど、結構編集が嫌いかも、嫌いっていうか編集作業もまあまあ嫌なんです。研修作業っていうよりも、なんかこう生リアルリーディングの方がいいかなとか思ってきたりとか最近しています。はい。では次これ、まあ、一応仕事や使命で撮ったんですけども、ちょっとタイトル変えます。申し訳ございません。B の方も。もう今ちょっともうカードから感情が入りすぎてきてるので、そのまま伝えていきます。何が出るか分かりません。はい。すいません。 B ピンクの方、うん、知ってる、あの A の方をちょっとご覧になって、おーすごいかっこいい、キラキラしてる、初めて引いたカード、おー OK、 これもよく出るんですよね。今日もカンパッパって軽簡単に食ったような感じですけど、これみたいな感じでパッパッパってやっていこうって思ったんで、決して焦ってるわけではないんですけど、はい、ちょっとエネルギーが入ってきたんで、 A の方が最初使命で食ってたんじゃないですか、使命や職業ちょっと変わりました、流れがカードから入ってきて、感情、私のこのエンパスキスの、あの感情を伝えるみたいな、思いついたことを言います。今まず体をすごいダイエットだとか
鍛えること、ジム通ったりとか、プロテイン飲んでたりとか、絶対ダイエットしてやるぞ、あと10キロは痩せてやるぞ、この体の形になってやるぞ、お腹へっこませてやるぞって思ってる。そして今あなた眠ってるかもわかんない、これ見てくださる時は起きてると思うけど、本当にあの夢の中みたいな。これはね、これから伺えるんですけど。そしてこの方はすごいね、自然の中へ出た方がいいって言われてる。そして自然がすごい好きです、この方。もともと本質的に自然、この方もどっちかというと人といるよりも、一人でこう、まあ、ジムもそうだけど一人で行動する方が好きって思う。結構オーナー気質、もうキーワードだけ拾って言ってください。会社経営とかされるタイプ向いてます。はい、これ、自分への投資っていうキラキラのカードで出てきたんですけど、初めて見ましたけど、31番、自分への投資ってね、私全然いいと思うんですよね。反対に自分への投資をしない人って、ん？って思うんですよ。まあ私がまあこう、まあ、私の話で申し訳ないです、まあ、例えば私の話でオラクルカードまとめてバンって買いました、自己投資ですよね。パソコンも桃に切って買いました、自己投資ですよね。まあ、金額はね、もっとこちらの方もっとぐんと上だと思いますけど、それって返ってくるじゃないですか、自分に。おのずとおそらく、まあ、金銭的なものやそういうことが、自分への投資を、仕事に使えることだったら自分への投資をしたら返ってくるわけじゃないですか。うん、だからそれはもう秒速で買ったらいいと思う。うん、自分への投資、うん、金とか買ったらいいと思う、余裕があれば。この方も余裕ある、私のとこ来てくださる方結構余裕あると思う。金31で出てるけど、金買いましょう、インゴットインゴット買いましょう。うん、下がることないと思うんで。星にサインがある、夢や希望を忘れないでねって。全然使命とかじゃなくなってるでもそういうことでした。あ、でそう、光のちょっと体食った時と、まあいいんです、もうこれチェンジできるから。B の方へ、光の守護者から。さっき A の方すごかったんですよ、これやわ。いきます、 B の方へ。すごい、何これ、フェイスかわいい。博愛と善意ですって。ちょっと見て、見せてね。平静を保ちましょう、今の私に言われてるみたい平静を保ちましょう、自分と他人の中にある、善をかっ、あ、ごめんなさい、善を信頼しましょう、世界を理解しましょう。もう一度読みます、噛みましたんで。平静を保ちましょう、見てるか、見てる、平静を保ちましょう、自分と他人の中にある善を確信しましょう、世界を理解しましょう。深いね、世界を理解しましょう。もうこれふわーっとこうあなたに差し出されている、この人の感情ね、なんかわかん、エンパスってちょっとまたググってください。カタカナでエンパス対、あ、エンパスで出てくるんです。一番最初に私降りてきた言葉がシンパシーっていうのが降りてきて、オラクルカードやる前何シンパシーって何、シンパシー、シンパシーばっかりなんか言われて何かなと思って、シンパシーって調べたら、まあ、出てきて共鳴、あ、共鳴ってことか。次エンパシーで出てきて、エンパシーで出たエンパスにたどり着いて、ああこういうことか。カードこう見たときに、なんか入ってか、一緒の似たような感じがこう感情として体感で入ってくるみたいな性格なんですよ。人と会ったりとしても、人と会っても、あ、この人ちょっとこうっていう、こうやって語ってるっていうことは、こちらの B のピンクの方も結構人と
会った時に初対面の人とか、まあ別に初対面じゃなくても大体この人こういうタイプやわとか大体わかると思う、うん、結構ね人間らしい方、この結構意外に大物の方なんですけど結構意外に緊張しいで、あの結構冷静を装うっていうタイプかもわかんない。でもすごいなんていうの、結構まあ、金を買った方がいいよとか私言いましたけど偉そうに、結構ね自分への結構スパルタ的なものがあると思う。結構社長さんとか会社経営されてる方、会長とか、会長はどうかな、うん、なんかそんな感じでした、はい、あ、これ引いてない、ごめんなさい。最後にこちらね、B の方へ、ちょっとなんか博愛と善意、平静を保ちましょう、自分と他人、おっとこれはちょっとごめんなさい、自分と他人の中にある善を信頼しましょう、世界を理解しましょう。お、広い、世界を理解、何回も言うなって感じですよね。 B の方へ一言お願いします。これは親愛なる私のハイヤーセルフ三者、優しい人、これなんか2枚と思ったけど1枚にします。切りよくパッ、うおーすごい、1、すごい、ことの始まりの数字は1です。何か始めるんですか、アクション決めるって、なんか決めたんかな、決めたらまず余裕があるならインゴット金買ってください。いやでもなんかすごいと思う、レムリアってね、これ地球の昔の一番綺麗な時の地球、自然を愛する人、自然か環境問題のこととかそういうボランティアとかもしてください、もし余裕があるなら。決める、ゴミを拾うこととかでもいい、それを人に広めることだとか、決めるですって、すごい、はい、そんな感じでした。タイトルと全然違ったからいちいち説明していかないといけないバージョンですね。でも私が悪いんで。あんまりタイトル決めてっていうのは難しいですね、感情入ってくるから。まあまあでもそれはそれで、今日でも2本ぐらい撮ってやろうかなとか思ってるんです。はい、すいません、お待たせしました。では、C オレンジの蝶々選んでくださった方、すいません、あの Aの方からなんですが、 A の方のせいではないんです、私のせいなんですけど、最初すいません、あなたの使命や向いてる職業と、カードを切ったつもりだったんですが、どうもあのちょっと A の方からこう、私があのさっきも B の方に言ってたんですけど、エンパス体質っていうものを体感を受けてしまいまして、どうやらちょっと使命じゃないものが出てきて感情がちょっと体感できたので、変更しました。長くなりました説明が。今受け取る私のこの体感を語っていくっていう感じです。ちょっとタイトルは後で考えます。いきます、いきますとか言って、おファミリー、うん、 OK、 通過切れ、わー綺麗、愛は調和の中にある。なこの人枚数少なくない、また出たなこれ、おしゃれなカード、はい、エネルギー読みになってるんですよね。はい、申し上げていきます。まずこの方すごくあの家族を家族や、家族を大切にされています。キーワードだけ拾っていてください。違うなって思うことはスルーしてくださって結構です。 このように流してくださって、あ、違う、合ってないと思ったら流してくださって結構です。で、通過儀礼というカードが出てます。まあ今、私もスピリチュアル界とかそのあんまり言いたくないんですけど、なんかよくまあ、分かるけど分からない、分かりたくないというか、自分は自分に正直でありたいというか、自分の感覚みたいな。
この方が、今通過儀礼で、そのさっき言ったスピリチュアル業界で、3次元から今5次元に移行する時代と言われていますね。で、この件でもそろそろもうこの通過儀礼こう暗いところから洞窟へ3次元から5次元移行する団体の一員に入ってます。こちらの明るい道へ抜けます。おめでとう。もしそして抜けた瞬間にもう抜けるのはもう確定と思うんで、抜けたら愛は調和の中、あごめん背見えてないし、愛は調和の中にあると、これはあなたが行ってくださいっていうことですね。多分愛は調和の中にある、ここの団体ですよね、家族の団体。ここにもこう小さく見えないね、これ見えるかな、たくさんの人がいてるでしょ。ちょっとピントがなんかブレるいけます今。あなたが主となって、キャンパスですよね、主となって、こういう綺麗なグリーン、綺麗なここを出た時に、ファミリーはもう愛ですよね、取ってあげてくださいっていうことで、主となって、主人の主となって、女性だったらね、って思うかも分かんないですけど、あなたが素敵なキャンパスを描いたらいいんですよ、主導権を握るみたいな。これもグリーンですよね。これはちょっとこの方もアーティスティックな方ですね。絵描いてる、このやってくれてるネイルさん、ネイリストさん、詩選んでくれたら嬉しいねんけど、なんかそっち系です、アーティスト系な方。これでもちょっと読みましょうか、これ読んだことないんで。ファミリーがね、ちょっとまだあと1枚出ます、2枚いきますので、これはロゼ、ロシェル、OK、ロシェル。いきます、読みますね。あなた、ごめん、全然見てない。ごめんなさい。ロシェル、あなたの心に従い、見えてる？あなたの心に従い、その気持ちを大切にすれば、豊かさがやってきますって。あなたは天からのサポートを受けています、金銭的な支えが必要だというあなたの願いが天に届きました。お金は神が与える豊かさの象徴です。天国ではお金はエネルギーの交換とみなします、そのお金に対するネガティブな感情は人間が作り出しただけです、私たち天使は人間には物質が必要だということを十分理解しています。親が子供を優しい目で見つめるように、神は人間が快適で安全な生活をし幸せになってほしいと願っているのです。だからこそ神は人間にガーディアンエンジェル守護天使を送りました。今までお金に対する流れが止まっていたのは、お金は汚いものだとネガティブな思い込みや、感情があったからです。私があなたの元へやってきたのは、そんなあなたのお金に対するネガティブな思いを解放するためです。私があなたの元へ来たことで、これからあなた自身がもっと多くの人たちを助けることができると思ったからですって。あなたが私のことを受け入れてくれれば、あなたはもっと人を助けることができるでしょう。それまでは私の天の助けを受け入れる体制を整えてくださいということですって。はい、ちょっとね、あとお金のブロックですね。お金が汚いってね、お金なんて汚いものやって思うんじゃなくて、お金やって何が嫌なんですか、
ほんね、みんな人間本心を言えばお金あって損ないですよね。ごめんなさい。お金があるからこそ美味しいものが食べれる地球上でね、衣服が買える、あれも買える、これも買える、そのエゴばっかりでなったらダメだけど、まあお金もエネルギーなんで、うん、なんて言ったらいいんかな、やっぱ使えば増えますよ、反対に。うん、自分の、まあ、使う用途にもよりますけど、あんまり独り占めしたりだとか、私思うんですけど、俗に言われている世の中でケチって言われる人、ケチっていう人はね、自分のことには使うんですよ、お金を。で、人には使わないでしょ。多分分かる分かるっていう、言ってくださ、思ってくださる方一人ぐらいいらっしゃると思うんですけど、自分のことに結構使う人って意外に人にお金使わなかったりする。でもそれは100じゃない、一概には言いません。自分にもお金使う、自分にもお金をかけるけど人にもお金をかける人、これ最高パターンの、お金の循環してお金がバンバン入ってくるタイプの人ですね。だから前者の方はちょっとこう俗に言われるケチっていうのはそういうことです。お金持ちのケチの方いらっしゃるじゃないですか、多いじゃないですか。やっぱりお金の使い道っていうのをね、まあ、自分への投資だとか、さっき B の方にも出たんですけど、まあ、そういうのに使うのは、仕事のことに後で増えるから、それで頑張るからね。でも嫌なもん買うのは嫌ですよね、もちろん。でも恩義忘れない、これをあの時にこれだけのことしてくれたなとか、あ、この人にお世話になったなっていうのでお金使うことってね、すごいね、また帰ってくるって私思うんですよ。まあ、だからそういう人間の分別もしましょうっていうことかな。はい、ということで、光の守護者から C さん、オレンジの C さんへ、光の守護者出てくるんです。お願いします、光の守護者 C さんへ。これかな、はい、行きます。 C さん、家族を大切にする方か、これもでもやっぱ家族を引き連れて、あなたが主人公ですって感じかな。行きます、じゃん。これも前出たんですよ、なんでこんなに出んのかな。2回目ですね、配信で。これ開封動画の時に出た、最後の方の選択で、3選択で。ディアーナ、よっぽど訴えたいんかな。明確な意思、見えてる？見えてます？はい、読みますね。自分の望みについて考えてください。目標を高く定めましょう。最高、あ、ごめんなさい、最善の結果を期待しましょう。これもアファメーションかな。アファメーションって何回も何回もこう口で言ったり書いたりしたら、こう願いは叶うっていう夢みたいなことだって思うけど、本当にそうなるんです。はい、もう一度言いますね。自分の望みについて考えてください。目標を高く定めましょう、うん、ポイントはここですね。最善の結果を期待しましょうということです。キリッとしてるもん、明確な意思があるんですね。 OK、 夢を叶えましょう。叶えてくれるでしょう、叶えます。こちら、ラッキーカラー、ちーさんにラッキーカラーとラッキーナンバーと今の一言を教えてあげてください、簡潔に。ちーさんにね、これはもうジャンピングすごい。ラッキーナンバーは7、色はブルーです。答えは信念を持ってくださいって。これとつながりますよね、明確ないし、うん、信念、今思ってることを弓矢でパーンってこうパーンって跳ねて解き放つっていう信念を持ってくださいって。なんか釣りが悪いな、すごい綺麗なカーブになってる、
はい、信念、うん、まあ、でも家族がメインかな。家族を大切にで別で仕事されてるのかも分かんないですね、こちらの方、 C の方、まあ、家族大切にするのは当たり前やと思うしね。まあでもこちらの家族はもう本当異常に大切にするんでしょうね。そう、家族が家族のために何かを仕事をすっごい頑張るとか、家族のためにめちゃめちゃ伸びる人って感じです。はい、簡単に言えばアーティスティックな美容師さんとかも言ってるかも。なんかニーリストさんもさっき言ったけど、なんか美容関係、アーティスト関係、髪の毛ほらなんかめっちゃ可愛いネイリストに見えるでしょ。美容関係でこう絵を描いてるから、なんか美容関係の方かな。なんか意志がね、で信念を、この意志をこの目力で、明確な意志を持って目標を高く定めて信念を持ち続けたら夢叶います。それはファミリーのためかもしれない。はい、このカードも前に出ました。はい、ではこれで、ABC さん、ちょっとね最初のとこは編集したいけどどうしようもしょうがないんで、顔映ってないかな。よしよし、ちょっとべ、ちょっとなんか早口でわけわかんなかったんじゃないですか。なんかねバーって降りてくる日みたいなのがあるんですよ。で突発的に撮ろうと思って、だから降りてくる時、降りてくるとか言ったら気持ち悪いですよね。でもね早口になるんですよね。まずこっから長いって守護天使を呼ぶ鈴、みんなに、皆さんに、来てくれてご視聴されてくださった皆さんへ、すごいね、11111111、そして7、イエス様でたし、すごい。はい、ではお待たせいたしました。みんなでねヒーリング、そう、一番 A の方ヒーリングかかるし、はい、では鳴らします。浄化とヒーリングの音です。はい、ありがとうございました。7番の方がめっちゃきつい頑張ってください。じゃあちょっとタイトル変えますんで、あの最初の時間ちょっと長いですが、ちょっとお許しください。次恋愛取ります。ありがとうございます。サーシャキャナでした。